ここの理論がついに証明されるいくつもの証拠をガリレオは掴み出すんですね。アリストテレスの野郎、お前がもう時代遅れだってことを俺が証明してやるよ。ああってですね、見つけるのがですね、まず木星に衛星があったってことです。これ何がすごいか。皆さん各惑星にですね、衛星が結構あるなんて話だからち地球の衛星が月ですよね。つまり惑星は太陽を中心に回ってますが、ね。 衛星は惑星の周り回ってますよね。月って地球の周り回ってますよね。そうなんですよ。月も太陽もね、地球を中心に動いてる。全部が地球を中心に動いてる。宗教的にも辻褄が合います。いいよね。都合がいいですよね。神がこの世界を作ったし、地球を中心に、この,この世界を中心に全てが回ってて、えー、人間は一番尊い生き物だと。 いうのであれば、それが一応都合がいい。ところが、木星に衛星があったんですよ。木星の周り回っとるやないかいと。地球中心じゃねえじゃねえかーここです。木星の周り回ってるやついるぞー全員が俺たちの古文じゃねえんだあいつ古文持ってるぞーなんですね。さらに、金星に満ち欠けがあること、あの、発見したんです。金月の満ち欠けってありますよね。 三日月になれば満、満月にもなる。それがだんだん、それはもちろん、地球と月とのですね、位置関係が、ね、太陽の光の受け方を変えるからですよね。ですが、全部がね、地球を中心に動いている。という考えであればですね、この金星に満ち欠けがあってはならないんです。プトリママオスの、マイオスの小手先論で、 金星がこうやりながらですね、地球の周りを動いてるんだとしたら、実は月は、金星は満ち欠けしないんです。この動きだと実は。ところが満ち欠けしてるってことは、プトレマオイオス、これ間違ってたんだ。ここで観測によってプトレマイオスは打破されるんです。そして、太陽に黒点がある。ね、温度が低いところで太陽はですね、黒い点が、ほくろのようにあるわけですね。ね。太陽に黒点がある。 そして月にデコボ凹デ,デコボコ、クレーターがあったりね、ひび割れがあったり、ボコボコしてる。実は、アリストテレスは、惑星や星は全部完全なる球体でできている。ツルッとしてるって言ってたんですよ。ツルッとしてねえじゃないですかいや,いやいやいや、なんか、汚れてますよ 綺麗なつるっとしたなんかやつだってアリストテレスさん言ってましたけど、これも違いますし、プトレマイオスも違いますし、地球が中心じゃねえじゃんって言ってですね、これ全部合ってたぞっていうことを、このガリレオがついに観測によって証拠を出すんですね。で、本を出すんですよ。これがですね、このコペルニクスをね、え超えていくんですね。コペルニクスは難しい文章だったでしょこれをね、面白く書いたんですね、なんとガリレオはね。ガリレオはですね、 地球が中心だという人間と太陽が中心だという人間の会話形式の文章を書いたんですよ。漫才みたいなしたのここ。面白くないですかしかもですね、圧倒的に太陽が中心だって言ってるこのガリレオロンジャをかっこよく書いてですね、地球ロンジャをですね、アホみたいに書いたんですね。いやでもねとか言ってる。いやでもねとか言ってる。いやそうじゃないんだよ。落ち着けよ。バカだなお前は。落ち着けって言ってるだろ 太陽が中心じゃなきゃ、辻綱が合わないんだ。いや、でもね、プテルマウスさんがね、こう言ってたじゃないですか。こう、犠牲、こうやってこうやってこうやって,やって。でも、道欠けがあるんだ。いいからよだれを吹けよ。そういう感じで、ね、書いたわけですね。でも,もう、うめっちゃおもろいなー、になってえっ。違うかったんだーって思って、みんながですね、もうめ、めちゃくちゃベストロセラーになったんですよ。ね。で、この本。まあ、こんだけ出せたのは、実は裏がありまして。このコペルニクスの本はですね、 なぜそこまで売れなかったかというと、コペルニクス、これ出したらやばいよ。教会のやつにどんな処刑されるかわかんないよ。実際問題、ね、このコペルニクスの本をですね、信奉した人間が、その後のですね、時代に、あの、コペルニクスの本、えー、を吹聴したということでですね、裁判にあってですね、とんでもないですね、処刑を喰らうなんていうのはあったわけです。ね。だからその出版の時にですね、コペルニクスの仲間たちがですね、いや、これコペルニクス出したら殺されるぞって言ってですね、 序文にですね、あの、これは、あくまでも一個のお話です。あの、正しいとかそういうことじゃないですからっていう序文を挟まれちゃったんですね。コペルニクスはですね、出版の直前にですね、体調を崩して、もう最後に死ぬ間際に本見せてくれって言って、一目だけ見て死ぬんですけども、一目パッて見た時にですね、書いてない序文があるわけですよ。これは正しい理論ではない。かもしれない。正しいかどうかわからない。 あくまで一個のお話として聞いてください。っていう序文を見てしまう。人生かけて書いた本がなんでこんな目にいいで死んでいった。でもそれぐらいやばいことだったの。教、教会、キリスト教的にはかなりやばいこと。言っちゃダメだろっていうこと。それをガリロンなんで出せたかっていうと、実はカトリックの教皇と学校が一緒だったんですよ。すごいよね。頭超いいから。 ね、すごいいい学校行ってたわけですよね。でそこで教皇、後の教皇になるですね、えー、人とですね、学友だったんですよ。で、こうい,い一方は超一流天才学者になり、もう一方はですね、カトリックの教皇になると。あいつ教皇になったんやと。で、教皇とか会いに行って、いや、まあ、もちろん、キリスト教育的にまずいとは思うけど、こういう理論の本出したいと思ってんだよ。うん、良くない。もう良くない。って言ってですね、 うーん。なるほどね。まあまあ、話は分かった、話は分かった。まあでも、あいつのことだしっていうことですね。親友だからっつって。いけるって言って出したんですね。ワーって出したんですよ。よところがですね、ガリローがこの理論を築いてから出版に至るまで数年ありまして、その間に実は事情が変わっちゃったんですよ。教皇はですね、もうとんでもない戦いに明け暮れるなと。30年戦争と言いましてですね。そのあたりからですね、カトリックとプロテスタントの間のですね、まあその争いが絶えなくなったんですね。 なので、カトリックの教義を普及する守り神としてですね、許さんぞ、教義に反することは、っていうモードに入ってたんですよ。ね。プロテスタント、ふざけんじゃねえぞ、この野郎、教皇の意見を聞けーやってる時にですね、ガリレオがですね、地道説ですねーとかってやってたんですね、本出しちゃって。だからもう、教皇が、うーわ、何やってんだ、ガリレオと。ね、おい、友達とはいえ、お前それ、それダメだよ。 もう俺立場違うんだから。今とんでもないドンパチやっちゃってんの、こっちで。もう全部、全部回収してって言ったんですけど、時すでに今年。もう全部売り切れちゃったんですね。面白すぎて。うわぁ、面白いみたいな。ね。ただですね、そのね、アホに書いたでしょいやあのねー、とか言って。地球が中心っていうやつをアホに書いた。そこがですね、かなりですね、ネックになってきたんですね。 というのも、強行の周りにいるですね。ガリレオをよ心よく思わない奴らはですね。いや、このアホに書いてある奴の発言って、かつて強行が言ってた奴じゃないですか。人類がこうで、地球がこうでっていう、強行おっしゃってましたよね。あいつ、ガリレオ、強行のことマジディスってますよ。茶化してますよ。このアホ強行のこと書いてるんすよなって、強行が、なんだとこ、ほらあいつは、俺をアホみたいにしたやがって、裁判じゃって,言って裁判になるわけですよ。ね。 で、ガリレオ、お前、ま、間違って認めろと。言って、間違いを認めさせられちゃうんですね。ところが最後に、伝説的ですね。えー、言った一言が、それでも地球は動いてる。ね <laughs>。言って裁判所を後にしたと。そうなんです。ここまで証明してもですね、このキリスト教ブロックが強くてですね、なかなか一般大衆まではですね、あの、浸透しなかった。ところが、それが18世紀から19世紀。どうやって考えが入れ替わったか。 シンプルな話。そうやって、地球が中心だーって言ってきた人たちが、死にました。上の世代がだんだん死んでくんですね。で、若い世代が、いや、こっちが正しいのによ。あいつらあの理論でさ、なんか権威みたいになってるから、もう違いましたって言ったら赤っ端だからさ、認めらんねえんだろうっていう奴らが死んでったなってなったあたりで、だんだんとですね、若い科学者が力を持ち出す。その上で、新しい証拠も見つかってくるんですね。そうすると、教会側もさすがに、 ここまで証拠が見つかって違う違うって言ってたら教会アホじゃないってなりそうだからちょっと認めていこうということで理解を示していくんですねそうやって18世紀から19世紀をかけてこのコペルニクス、ケプラー、ガリレオといった天才たちが示したかった地球が中心ではなく太陽を中心に地球が回っているんだという宇宙の現在時点が明らかになりましたここでだよここでなんですようやくなんです じゃあ、そのあたりからなんですね。ちょっと待って。宇宙の形は分かったけどさ。これって、いつからこうなったここなんです。宇宙創生という最大の謎が次は降りかかってくるんですね。分からん。どうやって始まったのか分からん。でも、この状態でもですね。 むっきり、リキリスト教とやれてきてたのはですね、神が最初に作ってそうなったんじゃないかっていう雰囲気。つまり、最初から宇宙はこうだった。静的で永遠な宇宙という、まあ静かで、動かない。もうピターとこのまま。ね。で、永遠に、最初、ずーっと前からこうだし、ずーっと後もこう。だったら、なんとなく、なんかごちゃごちゃ考えないでいいよね。うん。 そうしよう。どっかから始まったとかなるともう大変だから。それ神が始めたじゃないみたいになっちゃうから、そ、そこも考えなやめよってなってた。19世紀まで。でも20世紀の天才たちがその最大の謎に向けて動き出すと。これがポイントなんですね。20世紀宇宙創生への挑戦。宇宙はある時点から始まった。神が作ったものではなかった。その大きな戦いが始まります。 その戦いの幕開けをしたのが、そう、天才、アインシュタインです。アルベルト・アインシュタイン。ここはですね、ガリレオ VS アリストテレス面白かったですね。ここのアインシュタインが何と戦ったかご存知でしょうか実はアインシュタインが戦ったのは、ニュートンとの戦いだったんです。アインシュタイン VS ニュートン。このね、大天才バトル。これ何をですね、ところで揉めてたか。 ここご存じない方多いと思いますけど、実は重力についての計算方法で揉めてたんですよ。ニュートンはもちろん重力っていうものを発見して、ものすごいか革命的だったんですね。 ニュートンは光の分析、微分析分、重力というですね、ものを1666年、奇跡の年に全部、もうペストの時に家にこもって引きこもって、うわー全部発見して、バーンで、ニュートン天才ギャーなったというですね、もう革命児なんですけれども、その重力によってですね、いろんなものがですね、計算できるようになったわけですね。ニュートンさんありがとう計算できるよもうロケットの軌道も計算できるもん、なんかボールの計算もなんとかの計算も全部できる。重力万歳という感じだったんですが、アインシュタインはですね、ニュートンの 計算式では、辻褄が合わないパターンがあるぞということを、気づき出すんですねそれが、むちゃくちゃ重力が強いというタイプここなんですねもともとアインシュタインは光の速さっていうのがね、分かった後で、うん、光の速さが分かるところもロマンですよ光ってね、無限に速いと思われるでしょ速すぎてねだけど、実は光っての速さが計算できるよっていうのも宇宙とですね、兼ね合いで 衛星のですね、触でですねあ、あ、ずれる、ここでずれるかなとかって、宇宙でようやくですね、宇宙規模でやってみて、ようやく光の速さっていうのを計算できたんですけども、そんな中で、光の計算と時間っていうものをやったのが、実は相対性理論。はい、特殊相対性理論。で、その光の速さとか時空とかを考えていったらですね、より広げていったら、一般相対性理論っていうものになりまして、時空と重力の歪みについて考えるんですね。はい、ここまで来ても皆さん、異次元のお話なさってると。 思うと思います。これもしょうがないです。天才ですから。はい。あの、もう、あの、それもわかんない。あの、パッと説明したらわかんないんだから。ね。いいのよ。ね。とにかく重力のお話ってこと。で、むちゃくちゃ強い重力放ってるやつ、あの、軸歪めますよ。まあ、そういう話なんですよ。だから、ニュートンの計算式って、地球とか、ここら辺のことの重力は、に関しては式が合うの。だけど、もう、太陽クラスの超でかい星って、 時空歪めっぜっていう。だからもう、あの、ニュートンさんの式だとずれますぜっていう。それをですね、証明したのが一般相対性理論なんですね。で、そこまで強い重力っていうのは時空を歪めていくんだと。だからブラックホールとかもまさにそういう理論の中にありますよね。で、そうなった時にですね、アインシュタインが宇宙ってどういう風になってんだっていう時に、その超強い重力軸で考えた時に、 これ、ぎゅー引っ張り込むから、これ収縮してんじゃない宇宙。考えたんですね。だから宇宙が、静的でなく動的であると。動くって考えたのがそのアインシュタインですね。動くんじゃないえ、でも待って。でもそれだと今までのね、一般常識と合わない。だから、無理やり宇宙定数っていうね、この収縮を防ぐ作用が何かあるっていう風に置いて、静的な宇宙っていうビジョンを、まだギリ保つ。これがアインシュタインの、 ま、言ったら、限界だったんですね。アインシュタインは重力が超でかい時に時空歪むぜって。だって、あのね、動いてるものは、時間がゆっくり進む。これが特殊相対性理。理論光の速さと、その物の動き、相対性、ガリレオの相対性から、ものすごいスピードで動いたら、時間がゆっくりする。だから時間も空間も伸び縮みするっていう考えから、この重力が空間を歪めるとこまで行った。もうすごいよね、もう規模が。 とんでもない気分だったんだけど、だけど、結局アインシュタインが届かなかったのは、宇宙は動かないってところで止まってたんですよね。それを変えたのがフリードマンとルメートルっていう人。これがですね、宇宙定数、ちょっとアインシュタインさん無茶じゃないこれちょっとないんじゃないなった時に、収縮してんじゃなくて、実はこれ膨張してるとしたら、動いてるんだけど、これ膨張してるっていう。この膨張説を唱えたんですね。で、膨張してるとしたら、 元々はすっごい小さかった。そっからドーン。で、今も膨張している。それどうこの考えどうこれ、ちょっとアイディアです。これね、ものすごい面白いかな。アイディアを見つける人がいて、それを修正する人がいて、観測する人がいる。このバトンなんですよ。 こうなんじゃないいや、ちょっとずれてますよ。こうだったらついつまいますよ。でも証拠ください。証拠俺見つけました。このバトンがリレーなんですね。だからアインシュタインが、なんか宇宙動いてんじゃないのフリードマンとルメールが、いや、膨らんでるんですよ。そこからの観測。はい、来ました。観測ブロック。これがハッブルですね。ハッブル宇宙望遠鏡って、ね、聞いたことあると思うんですけど、これハッブルって人の名前なんですね。ハッブルが観測をするんですね。 もともとですね、1700年代に、ハーシェルという人が、天の川銀河、最初に言いましたよね。我々の銀河、天の川銀河。ね。我々の銀河は天の川銀河といって、なんていうのかあの銀河鉄道の夜の最初の授業のシーンですよね。えー、この天の川のように、川のように見える、父の流れのように見えるものが何だかわかりますかね。ジョバンニが立たされて答えられないみたいなね。あのシーンですね。あのあたりで、えー、説明されて、この天の川銀河ですね。で、この天の川銀河って、 唯一の銀河ですかここだよね。ここ。いっぱいあるのか銀河が。唯一なのかは、まだ全然分かってないわけですよ。だって、太陽が中心だっていうことまでは分かったけど、この銀河が、太陽のね、他の周りにいっぱい星ある、それ銀河やと。これちょっと天の川銀河っぽいと。天の川銀河の渦の中の一個の腕の中にあるのが太陽系で、そこまでは分かった。でもこの銀河系って何個もあるのそれを発見したのがハッブルなんですよ。 すっごい遠いところに発見して、あれこれ。天の川銀河のものじゃないです。ってめっちゃ銀河ありますってなったのがここなんですよ。1923年。もう、もうここでだよ。ようやく宇宙は銀河だらけですってなったのがここなんですよ。めっちゃあります。太陽系の他にもいっぱい いっぱいそういう構成があって、もう太陽だけじゃないんですよ。だから太陽を世界の中心で太陽だけじゃなくていっぱい構成があって、それが天の側銀河なんですよ。その天の川銀河が一個じゃないんです。めっちゃあるんです。<laughs> めっちゃあったんです。っていうのがこの宇宙は銀河だらけ。で、ここで面白いのが、その他の銀河を観測した時に若干ずつ遠ざかってるらしいんですよ。若干ずつ遠ざかってるの。全部。あれ みんなが若干ずつ離れてないちょっと待って、これ。膨張説だ。広がってるんだ、宇宙が。ちょっとずつ広がってるから、これ、ちょっとずつ銀が離れてるんだ。多分そうだよ。証拠を挙げてくれーここまで観測して、膨張説ビッグバンがもうちょっとだーなって、1940年。ガモフ、アルファ、ハーマン。もうちょっともう人間が触れるともうよくわかりませんけども。チームですもんね。ガモフ、アルファ、ハーマンがですね、 光の小玉っていうものをね、あの、提唱します。他にもいろんなものを発見するんですよ。もう省きます。もうね、今日は面白いところだけ伝えたいから省きます。もう、もう、ざっと面白いところ伝えがから。何かっていうとですね、ギューーーなってる時に、バーンって、ね、最初破裂、ビッグバーン起こして、その後ですね、うわーなってから光がファーって通れるようになるまでに、だいぶ時間があるんですよ。その光が通れるようになってから光が通れるようになりましたーの時の、 最初の名残。だから、こだまってあるでしょその、いこだま、いや、山こみたいなさ。やあのそ,ういうなそういう、うん。その名残。ビッグバンの時の光の名残。これ、あの、なんで名残って言ってるかというと、光の進むスピードってね、あの、何光年って言うじゃないですか。あの星とあの星、何万光年離れてる。光の進むスピードが、 す、あの、一光年で、一年で光が進む距離なんですね。だから、だいぶ離れてるところって、だいぶ昔の光が今見えてるんですよ。ね。だから、ずいぶん遠いところのものを観測すれば、昔のものの状態がまだ見れるっていう。わかりますかねだから月も、ね、今の月じゃないんですよ。ちょっと前の月なんですよ。なぜかっていうと、光が届くまで長いから。雷で言うとわかね。わかるね。 はって光って、はってなったと、3秒ぐらいしてから、ゴロゴロ、ピシャーン。あ、遠いんだってわかる。なんでか。ね。光は速いけど、音はちょっと遅く届くから、ちょっとその光、雷の光と、稲妻の音がずれると、音の方が遅れてきてるから、あ、遠いんだなって思うってう、それよくあるじゃないですか、生活の知恵で。それと同じで、音が遅れて届くのは遠いからですよね。 光も、それぐらい。あの、地球だとち近いから一瞬だと思うけど、宇宙は遠いから長くかかるんですよ。音みたいにグーグーって来て、ようやく届きました。はい、月。えー、届きました。はい、太陽。ね。もうだいぶ前の太陽私たちは見てるね。だとしたら、グワーと遠くのね、この光のこの、ビッグワーときの名りの光、ね、見えませんかって見えませんか ?9、4、52年の後尾衛星が見たっていうね。あの、92年。 見ましたーって名残ありました証拠見つかりましたで、ビッグバン成立ってこういう話です。わかりますでしょうか後半だいぶ立て込みましたけれども、お分かりでしょうか理論があって、修正があって、観測がある理論、修正、観測ここまで来てようやくですね、宇宙が小さい無からですね、何にもないところからですね、 ドンッファーッと広がって、銀河系、銀河系、銀河系になって、わあその中の太陽系の中を地球がぐるぐる回ってると、この日本、ここというんですね。そういう状態がようやくわかりましたと。それまでの皆さん、誤解に次ぐ誤解、仮説に次ぐ仮説、ご覧いただけましたでしょうかねでもね、これ面白いのが、常にですね、こうなんじゃないって思う人がいて、いや、全然それ違うからって言われながらも、 その後にですね、テクノロジーが進化するんですよ。望遠鏡が進化したり、衛星が進化したりすることによって、それが裏付けられる。やっぱそうだったんだってわかる。ね。ですから、ここまでの理論を、これから、また引き継ぐ人たちが現れてきてるし、現れてくるんですよ。 ここまでは分かったんだ。でも辻褄が合わないところがまだいっぱいあるわけです。分かってないものがいっぱいあるわけ。それについて今調べてるんです。そしてテクノロジーもどんどん進化してる。カメラの精度も上がってる。衛星の精度も上がってる。これからまだまだ分かることがあります。えぇ、ー、宇宙こうだったのーがあります。絶対。人類ってそうだったのーってなることがあるわけです。 その時に、うーわ !1500 年無視してるけど、あいつの言ってたこと当たったや思い出すわけですね。うわあいつの言ってたこと当たっただから今、ちょっとお前何言ってんのか分かんねえなーっていうようなことを言ってる人とか、まだちょっとそれは納得できないなと言ってる話が、将来正しかったと説明される可能性があるわけです。この動画を見てる人が、もしかしたら、 このバトンを引き継ぐ誰かかもしれない。皆さん、宇宙の謎を解いてみてください。ではまた。